どうもこんばんにちは、イスゲーです。はい、今日もねファイナルファンタジー10の方実況プレイしていきたいと思います。はい、前回終わったとことちょっと場所が違うんですけど、はい、あれから寺院の中に入って、まあ入る前にルカ・ゴアーズっていうねブリッツ・ボルデンをすごい強豪のチームとちょっとねバチバチしちゃってね、そうそうまあそこをちょっと動画で撮れなかったのがちょっとね残念だなって思うけど、まあまあやっていきましょうってことで、今日はねこのキーリカ寺院の方を攻略していきたいと思います。ではちょっとお話ししていきましょうか。ユーナー、バッカさんたちのお祈り届くといいな。あ、そっか、ブリッツのオハランド様、何卒お力を祈願する。お願いします、オハランド様。あなたも召喚師？リサイド島より参りました、ユーナと申します。ドナよ、あなたが大召喚師ブラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚師様でしょう。あら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 、この人たち全員あなたのガード？ゾロゾロとみっともないわね。ブラスカ様のガードは二人きりだったはずよ。ガードは量より質、数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは一人だけね、バルテロ。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。へ、父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。ガードとは召喚師が命を預けても安心だと思える人。俺そういう人になれたのかな。何笑ってんだよ。さあ、では行きましょうか、キーリカ寺院攻略へ。まあ攻略サイト見ながらやるんですけどまあね、祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ行こうぜ。祈り子、その前に試練の間よ。準備はいいわね、決まり。ワッカ、よろしくお願いします。お、あ、どうして？ガードじゃないから。なるべく早く戻るから待っててね。また一日かかったりするんじゃないの？行けんかったね。まあ、いっか、戻ろう。あれ、あ、あれ、戻ってくる？よし行こう。ユーナは？あ、あなたは何をしているわけ？ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ。ガードじゃないんだ。な、お、なんだよ。あ、話せっつーの。うい、いて、何すんだよ。仕返し。は？これきっとまずいっす。はい、ということで来ちゃいましたね、流れで。
越されたって感じかな。ここで待つ選んでみようか。ないか、行くしかない。窓以外は立ち入り禁止なんだよな。ここまで来ちゃったら同じか。はい、ということでなんとかここまで来ましたけど、アイテム取れませんでした。攻略サイトを見てもね、よく分かんなかった。まあいいや、最高。おいおいおい、ドナド筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ罰を受けるのは言うなよ。罰ってどんな？寺院立ち入り禁止もあり得る。あれれれ、ここから先は召喚師だけの聖なる場所よ。ガードも入っちゃダメなのか？起きてだ。ああ静かにしていろ。この中何があるんだ？祈り子様がいらっしゃる。ああそれそれ、さっきも言ってたよな。神を倒すために進んで命を捧げた人たちをエボンの技で生きながらにして、魂を肉体から取り出されて、あ、祈り子像に封じられて永遠の時を生きる。祈り子様の魂は召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣よ。この部屋の中に ユナは中で何をしてるんだ？必死に祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。うん。お、レイ。静かにして。お、終わった？あの時みんなには黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラがどこかでつながっている証拠、そう思った。それに気づいたからなのかな、帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいで何にも言えなくなった。イフリートですね。そのまま行きます。はい、あーということでなんとかね、寺院クリアですね。なんだなんだ、抑えていたはずのザナルカンドへの気持ち。膨らんで、弾けた。顔が、カーッと熱くなってさ。大丈夫？大丈夫じゃないかも。どうしたい？叫びたいかも。はい、じゃあ帰るだけかな。さあということで帰ってきたね。
確かね、この宿屋に何かね、あるはずなんですよね。ないねー。あれ、あ、じゃあ行こうかな。ここはなんだっけ。お、エーテルゲット、アルベダゲット。ああ、そういうことか。ここにあったんだね。ちょっと話しとこうか。いけねえ。お、宝箱。おばあちゃんいいの？あ、違うか。シーカーソード。あ、全部見破るか。スティンガー、これ買っといた方がいいね。よし、オッケー。さあ、行きましょうか。さて、次はいよいよルカだぜ。着いたらすぐに試合が始まる。船の中でゆっくり休んでおけよ。ユーナゴイコはオルトキエリカからルカへ。はい、ということで、ここを船内でね、ちょっとアイテム回収していきたいと思います。ハイポーションゲット。まあ、ここはハイポーションしかないらしいですね。そんでもう一つのとこ、あ誰かしらね、無粋なことをするのは。あ、じゃあじゃあ、アカシア、アカシア。ビサイド、全然何も売ってくれないんだね。いよいよ試合だな。うん、眠らせといて。さあ、一回セーブだけしておきます。ここにアルベド実証があるらしい。あれ、ここじゃないね、上か。上だね。何話してんだ。なれなれしい野郎だな。ああ、こいつあれですよ、
キーリカで会ったじゃないですか。あ？ほら、ビサイドオラカのやつで優勝するとかほざいてた。ああ、あのおめでたいやつか。ひどい言い方。そりゃ仕方ない。突然オーラカが強くなるはずないもんな。俺が入ったら強くなるんだよ。そう、強くなるんです。ザナルカンドのチームのエースだった人ですからね。そりゃまたすげえ場所からいらしたもんだ。遺跡にもチームがあるとは知らなかったよな。遺跡じゃなくてちゃんとした大きな都市があるんです。あのさ、俺真の毒ケニア。あるんだよ、本当に。召喚師様ってのはわけがわからねえや。なんとも言えんね。まあとりあえずその前にちょっとやること。なんとか言いなさい。無責任だと思うでしょ。大丈夫だって、ルカにあいつの知り合いいるって。いなかったら。その時はどっかのチームに入るとか。とにかくビサイドにいるよっか何倍もマシだろ。要するにあとは勝手にってこと。どうすれってんだよ。ユーナがガードに従ってる。ああ、それそれ、面倒なことになったよな。原因作ったのは誰。俺だってのかよ。俺だよね。この上に、どうしてユーナはあいつをガードに従うんだ。ジェクト様の息子だからよ。あ、なるほどね。でもそれ本当なのか。本当にジェクト様の息子なのか。真実はともかく、ユーナはそう信じてるわね。なるほど。なるほどなるほど。考えてっけど、結局あいつが決めることだ。あいつとユーナが決めることだろ。まともなこと言うじゃない。どうなるのが一番いいのかしら。ちょっとね、その前にちょっと大技をね覚えておきたいと思います。ブリッツボールのね。これはこれは、ジクトさんちのお坊ちゃまではありませんか。いつもはただじゃ見せないんですけどね。そのシュートはこうやるんですよ。お前にはできねえよ。でもな、心配することはねえ。できないのはお前だけじゃない。俺以外にはできやしねえ。俺は特別だからな。ジェクトシュートチャレンジ。ジェクトシュートを放とうとする噛んだ放とうとするティーダに、あの日の思い出がまとわりついて邪魔をします。ティーダがジェクトシュートを打つまでに、できるだけ多くのあの日の思い出を振り払い、ジェクトシュートを成功させてください。同時、左上丸を同時に押してください。例えばあの日の思い出が左上に出た時は、はんはんはん、左上だとあれ、上同時に押す。中央に出たとき方向キーやスティックを操作しないで。 OKOKOK、 練習してみましょう。
はいはいはい、よし行きます。言葉が出るんでそこにカーソルを合わせて丸を押す。 OK。 いけるか。うわ来たー、ジェクトシュートしとく。これがあるとね、ブリッツの試合ですごい何が特別だってんだ、有利というかね、点数決まるんですよね。すっげえ、なんて技だそれ。名前なんかないし、練習すれば誰にでもできる。もう一回やってみてくんねえか。いつもはただじゃ見せねえよ。噛むね今日は。はいと、こんな感じですね。よし、ジェクトシュートだよね、さっきの。バレた。なんで知ってるっすか。子供の頃ジェクトさんが見せてくれたんだ。正式な名前はジェクト様シュート3号だよね。バカな名前だよな。それにさ、本当は1号も2号もないんだぞ。3号って言っとけば1号も2号もあるって客は期待する。そういう客は今夜こそ見れるかもって毎晩スタジアムに来るって言ってた。でさ、本当にその通りになってすっごく腹が立ったな。商売上手だね。親父生きてるのか。わからない。でもね、ジェクトさんは父さんのガードだったから。こっちでも有名人。うん、だからもし亡くなったとしたらその話は伝わってくると思うんだ。うん。ねえ、会えたらどうする。10年前に死んだと思ってたやつだぞ、今さらな。そうだな、何より先にぶん殴る。あいつのせいで俺も母さんも苦労したし、あいつが有名なせいで俺はいつでも。ユーナならわかるだろ。ん？ユーナの親父さんも有名なんだろ。この世界の人はみんな知ってるよな。嫌じゃないか。時々父さんの名を重たく感じることはあるけど。だろ。それよりもスピラ中から慕われる父さんを誇りに思うかな。まあ、ユナの親父さんと俺の親父は違うってことで。ジェクトさん、かわいそう。俺は？もっとかわいそうだね。で、さっきのもう一回やってくれ。ああ。親父がルカに来るとは思えなかった。あいつ他人の活躍を見るのが嫌いだったからさ。だけど必ず何かが起きる。そんな胸騒ぎがして眠れなかった。大会で活躍するっすなんて言ってたのは不安を紛らわす空元気ってやつでさ。はい、ということで今日はちょっと短いんですけど、ここで終わりたいと思います。でね、次回はたっぷりルカだね、そうルカのあの試合からまあいろいろごたごた起こるんですけど、そこまで撮れたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、次回は結構熱い展開になると思いますので、はい、ご期待ください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければいいねボタン、悪ければバッドボタン、
それからチャンネル登録、ツイッターフォローとよろしくお願いいたします。ではまた次の戦場で、次の冒険物語でね、次の物語でお会いしましょう。 See you again! バイバイ。